はい、今回の動画はですね、小糸工業製一等式丸型信号機の模型というかね、おもちゃを作りたいと思います。はい。まあ、たまに作ってるね、まあ、この信号機のシリーズですね。はい。一等式信号機とはね、どういうやつかっていうとね、多分右上に表示されてると思うんですけども、まあ、こういう信号機でございますね。はい。で、小糸の丸型信号機っていうのはですね、まあ、これの、まあ、一等式、これですね。こういう感じの信号機ですね。まあ、今回これの一等式バージョンをね、まあ、作っていこうかなと思います。はい。まあ、赤点滅の信号機ですね。はい。で、この動画を見てですね、まあ、作るのをね、真似する際はですね、まあ、自己責任でお願いいたします。まあ、怪我を負ったりね、まあ、損害が発生しても責任を負いかねますのでご了承ください。というわけでですね、まあ、早速作業に取り掛かろうかなと思います。まあ、いつも通りですね、まあ、プラ板自動カッター、まあ、かっこプロッターですね。プロッターで今出力したですね、プラ板をね、まあ、切り抜く作業からね、やっていこうかなと思います。はい。で、こちらがね、まあ、プロッターで出力した、まあ、プラ板ですね。はい。まあ、これをね、まず初めに切り抜くとこからね、やっていこうかなと思います。はい、というわけですね。プラ板の切り抜き作業が終わりました。まあ、いつもよりね、まあ、パーツがかなり少ないんで、まあ、すぐにね、まあ、切り抜き作業が終わりましたね。はい。というわけでね、まあ、次はね、スチロール樹脂専用ね、まあ、接着剤を使ってですね、で、プラ板の方をね、組み立てていこうかなと思います。はい、というわけですね。組み立て作業が終わりました。こんな感じでございます。で、そしたらですね、まあ、次はね、信号機のレンズの方を加工していこうかなと思います。というわけでね、まあ、この、ほぼね、信号灯機と同じサイズにカットしたですね、透明プラ板ですね。まあ、これをちょっと加工していこうかなと思います。まずはじめにですね、この透明プラ板のね、表面をですね、安いでね、まあ、傷つけていこうかなと思います。というわけで、150番台の安いでね、表面を傷つけていきます。はい、というわけですね。まあ、こんな感じでですね。透明プラ板の表面を傷つけました。まあ、こうすることでね、まあ、レンズっぽくなりましたね。で、そしたらですね、まあ、次はね、タミヤカラーのね、クリアレッドでですね、まあ、レンズの表面をね、塗装していきたいと思います。はい、というわけですね。レンズの塗装が終わりました。で、そしたらですね、まあ、次はね、まあ、信号機のこの庇ですね。まあ、庇の部分の内側をね、まあ、黒に塗っていこうかなと思います。というわけで、ね、タミヤのラッカー塗料のブラックでですね、庇の内側をね、まあ、ブラックに塗っていこうかなと思います。はい、というわけですね。塗装が終わりました。で、そしたらですね、まあ、次はね、LED の方を加工していきたいと思います。で、今回使用する LED はですね、まあ、いつも使ってるのはチップ LED なんですけども、今回ね、この5ミリサイズのですね、まあ、点滅 LED を使用したいと思います。まあ、こんな感じでですね、まあ、赤点滅する LED でございます。ただですね、まあ、この LED ちょっと弱点があってですね、大きすぎるんですよね。なのでですね、まあ、ちょっと加工してね、この LED を小さくしようかなと思います。まあ、実際 LED 加工する人って多分ほとんどいないと、ほとんどとか全くいないと思うんですけど、LED を加工していこうかなと思います。というわけでね、まあ、ヤスリでちょっと削ってね、LED を小さくしようかなと思います。LED 削る人って多分初めてだと思うんですけどね。こんな感じで LED 削って小さくしていきます。はい、というわけですね。まあ、こんな感じでね。まあ、LED をヤスリがけして小さくしました。はい。まあ、LED 削る人って多分、俺以外多分いないと思うんですけど、こんな感じで一応小さくできました。で、小さくしてもね、ちゃんと光るかね、確認したいと思います。はい。こんな感じでね、問題なく光ることができます。はい。で、そしたらですね、まあ、次はですね、この信号灯機の容器ですね。まあ、ここの、そこにですね、まあ、穴を開けてですね、まあ、この LED の端子がね、まあ、刺さるようにしたいと思います。
はい、というわけでですね、点滅 LED をですね、まあ、こんな感じで穴開けて通したって感じですね。はい。で、そしたらですね、まあ、次はね、このさっきね、塗装した信号機のレンズをですね、まあ、ここにね、まあ、貼り付けていこうかなと思います。はい、というわけですね、レンズの取り付けが終わりました。で、次はですね、この信号灯機の中をですね、まあ、光漏れしないようにね、まあ、銀色の塗料で塗っていきたいと思います。それではね、このガイアノーツ製のステンレスシルバーで中をね、光漏れしないように塗りたくっていきたいと思います。はい、というわけですね、まあ、こんな感じでですね、信号灯機の中をね、まあ、銀色に塗って光漏れを防止しました。で、次はですね、まあ、LED をね、ハンダ付けしていこうかなと思います。それではね、ハンダゴテ使ってね、ハンダ付けしていきたいと思います。はい、というわけですね、まあ、こんな感じでですね、LED にね、導線を取り付けました。で、そしたらですね、まあ、次はね、信号灯機にね、アームを取り付けていこうかなと思います。まあ、アームとはですね、まあ、なんか信号機に刺さってる棒みたいなやつですね。で、それをですね、このね、タミヤの3ミリプラパイプを使ってですね、まあ、再現していこうかなと思います。はい、というわけですね、信号灯機にアームを取り付けました。こんな感じでございます。で、そしたらですね、この信号灯機にね、蓋をしていきたいと思います。はい、というわけですね、信号灯機に蓋をしました。こんな感じでございます。まあ、だいぶね、信号機らしくなりましたね。で、次はですね、信号柱にですね、まあ、信号機を取り付けていこうかなと思います。というわけでですね、まあ、7.5 ミリのプラパイプをですね、まあ、適当な長さに切って、電柱にしていきたいと思います。それではね、プラパイプをカットしていきます。はい、というわけですね、7.5 ミリのプラパイプを適当な長さにカットしました。こんな感じでございます。で、次はですね、この信号機のアームがね、まあ、刺さる穴をですね、まあ、この、信号柱にね、開けていこうかなと思います。というわけでね、まあ、3ミリの穴を開けていきます。はい、というわけですね、信号柱に信号機を取り付け終わりました。で、そしたらですね、まあ、次はね、まあ、スイッチボックスの方をね、いじっていこうかなと思います。というわけでね、まあ、信号柱がね、まあ、刺さるところにですね、まあ、穴を開けていこうかなと思います。はい、というわけですね、スイッチボックスにですね、まあ、信号柱をね、まあ、ぶっ刺すためのね、穴を開けました。で、そしたらですね、まあ、次はね、スイッチを取り付けるね、まあ、スイッチ穴をね、開けていこうかなと思います。まあ、穴というか、凹みを作っていこうかなと思います。まあ、今回使用するスイッチはね、まあ、オンオフスイッチだけなんで、このスライドスイッチをね、使っていこうかなと思います。というわけでね、まあ、この辺に切り込みだけ入れていこうかなと思います。はい、というわけですね、スイッチ穴を開けました。で、そしたらですね、まあ、次はもう配線をね、組んでいこうかなと思います。はい。というわけでね、まあ、信号柱をね、まあ、刺す穴にね、信号柱を刺していきます。で、そしたらね、もうスイッチとね、まずこの赤い線ですね、プラス線と、スイッチを接続します。はい、というわけですね、まあ、こんな感じでね、配線が組み終わりました。で、そしたらですね、まあ、次は信号柱が動かないようにですね、まあ、エアコンパテで固定するのと、まあ、スイッチが動かないようにですね、まあ、接着剤で固定していきたいと思います。はい、というわけですね、まあ、こんな感じでね、まあ、ほぼね、一等式信号機が完成しました。最後にですね、このアームをですね、まあ、シルバーにね、塗装して完成させたいと思います。
てですね、コイット丸型一等式信号機が完成しました。こんな感じでございます。赤色の灯火がですね、チカチカと光ってますね。ちなみにね、赤点滅の意味はですね、止まりの標識とね、まあ、同じですね。はい。まあ、赤点滅というのはですね、まあ、交差点に入る前に、一旦停止線で停止して、左右の安全を確認したら、進んでも良いというね、まあ、意味ですね。必ずね、交差点に入る前に停止線で一時停止しなければなりません。次はですね、まあ、側面とか裏をね、見ていこうかなと思います。はい。電源スイッチはですね、裏側にございます。ここにあるね、スライドスイッチを、スライドすると、電源がオフになります。で、またスライドすると電源がオンになります。こんな感じでございます。で、裏側はこんな感じとなっております。ちゃんとね、アームも、まあ、そこそこリアルにね、取り付けられてるなって感じですね。で、側面はこんな感じでございます。うん。まあ、悪くないっすね。はい、というわけですね。一等式信号機をレイアウトに組んでみました。こんな感じでございます。はい。最後はね、コマ撮りして終わろうと思ったんですけどね。まあ、この信号機ですね、まあ、電源入れたらひたすら点滅してしまうんでですね、まあ、コマ撮りするにできないんですよね。まあ、できなくもないんですけど、まあ、かなりしにくいんでですね、まあ、今回、まあ、タイトルにコマ撮り用っていうのはね、書いてない通りですね、まあ、コマ撮り用で今回作ったというよりはね、まあ、レイアウトに、まあ、組み込んで、なんか、まあ、見て楽しむように今回作ったんですね。なんかこういう感じで、まあ、トミカタウンの信号を横に並べて使う。まあ前提で今回作ったね、コマ撮り用で作ったというわけではないですね。なんで最後はね、まあ風景映して終わろうかなと思います。まあただなんか信号機が点滅してるというか、まあ信号機が動いてる様子を撮る感じのね、動画にしようかなと思います。お待たせいたしました。この電車は急行新清水行きです。途中停車駅は草谷、三角台、水根ヶ崎、桜橋です。次は草谷です。